私は20年近くや。もともと俺やる前からやってた。そう、そうです。世代さんになる前から。あ、そうそうそう。やってたの。20年やってる。はい。まあ、今85だけども。85。うん、65からやってる。あ、会社辞めて。会社終わってから。そうそうそう。こちらで。はい、おで、10年、来年で10周年だけども。世界遺産、うん、だからそのここ行けるようになったのはそのぐらいか9年前からね。ここはだからそんなに世界遺産になる前はお客さんはあまり来ない。むしろ松方の方製鉄所とか、それから私震災だったでしょ、はいはいはい、震災とかそういう時が大事だったけど、それでは生まれなかったのね。まあ、ここが世界遺産になったのがちょうど10年前。あ、10年前ですか。あ、そうなんです、ね、で、今は本当にね、世界遺産にってすごいなと思ったのは、はい、あの、なった当日から1ヶ月に関する、うん、毎日観光を探すもんだよ、すぐ止まってんのよ。だからね、ミーハーが多いからすごいなと思った。だってさ、あのね、ご存知でしょうか、モーニングショーでさ、バナナがとてもいいよって言うと、スーパーのバナナがなくなっちゃうんだから。いかにそういうのがね、流行ってるかです。この世界様はね、うん、石黒が転がってるだけの世界様です、うんうん、だからね、うん、ガイドさんがこうやらねえとね、わ、うん、かんない、ダメな、あ、何って感じでね、うん、よく分かってもらえないんで、ですから行ってなんかわからねえよって帰ってきて、そしてお願いしますって言って聞いて弾みで分かる。そうじゃないと今言ってもわからない、死に身だけですから。そうね、何も綺麗な映像ないわけですよ。広島のあれの原爆もそうだし、長崎の原爆もガイドさんで聞くのと自分がこうやって見て、うーんって、もうあの見て読みながらって全然ね、ピンとこない。ガイドさんがもうポイントポッてやれると入る。ああ、そうなんだ、そんなことってこうこうこうっていう時にはね、年のせいもあるけどね、ボケたこと言うから。ああ、いやいやいや、いいんです。それがまたいいのよ。ああ、そうですか、小野寺さんね、川崎さん。ああ、そうですか。じゃあうちの YouTube 出ます。
産業というか国家の経済ですね、いわゆる産業の基礎と言われております。その大島高遠はそれを成し遂げたというんですよ。ということで、まあ、その後明治新政府の南部藩は戊辰戦争で朝敵でありましたけど、まあ、新政府の敵でありましたけど、そういった彼のそういった技術知識が代わりに三国軍のトップになっております。そうした大島高遠が成し遂げた功労はあったと思います。今日はそこを皆さんにお話ししたいと思います。私は見る通り急速な産業化の道のりを示す一連の遺産群は、明治日本の産業革命遺産、製鉄、製鋼、造船、石炭産業としてユネスコ世界遺産に登録されました。ここ橋野鉄鉱山もその一つです。日本の急速な産業化は外国の脅威から国を守ることに始まります。江戸時代、幕府は海外への渡航を禁止し、外交貿易を制限する鎖国政策を行っていました。しかし19世紀になると欧米列強の船が頻繁に日本に接近。1842年には東アジアの大国清がアヘン戦争でイギリスに敗北。当時の江戸幕府や西南遊藩などに大きな衝撃を与えました。そのような中、1853年ペリー率いる黒船が来航。黒煙を上げて走る蒸気船、遠くから撃てる大砲、圧倒的な国力、産業力を見せつけられ、ついには開国せざるを得ない状況に置かれました。海の守りを強化するため、幕府や他国は洋式船を次々導入することになります。また西洋海運技術の習得を目指す施設も作られました。さらには鉄製大砲の鋳造などが積極的に進められました。これらの動きは明治日本の産業革命遺産の始まりとなります。その取り組みの中で重工業の基礎が形作られてきました。製鉄製鋼の分野では鉄製大砲製造に取り組んだ鹿児島の修正会や静岡の韮山などの反射、良質な鉄を作ろうとしたここ釜石の橋野鉄鉱山、日本で最初に線香一貫生産に成功した八幡製鉄所の工場施設などで構成されています。造船では洋式船に挑戦した初期の造船施設があった萩の恵比寿ヶ浜造船所跡や佐賀の三越海運所跡、最初にして最大の民間造船所で今なお操業を続けている長崎造船所で商船されています。日本が西洋地域以外で初めて極めて短期間のうちに産業国家の地位を確立したことは世界史的にも特筆すべきことであり、世界遺産としての価値をもたらしているのです。釜石の橋野鉄鉱山は安政5年1858年、盛岡藩士大島高遠の指導の下で建設された仮航路に始まります。その前年の安政4年12月1日、大橋において大島高遠は鉄鉱石から洋式航路で日本初となる連続出船に成功。それは水戸藩の反射炉に良質な鉄を供給するためでした。当時鎖国をしていた日本で
西洋の鉄作りを直接教えられることはありません。そのため江戸や長崎で西洋の技術を学んだ大島高遠はオランダ人ヒュゲーニンの書物からの情報を頼りとして独自に洋式航路を建設しました。大橋での成功を見た盛岡藩は橋野で製鉄の事業に乗り出し、それが経営的に成功して増設改修された3基の航路が今も残っています。橋野の航路跡は現存する日本で最古の洋式航路跡です。現在の鉄鉱石の採掘場跡には当時の面影が残されています。航路に風を送る冬物動力名は水車として改良が図られましたが、西洋の書物を参考にした筒状のものでは十分な風力が得られず、地元の鍛冶屋の箱型冬物を応用して作りました。航路の大井屋は日本式の家屋で建設、航路の石組みは石垣の技術が応用されました。このように西洋からの情報に日本の技術を組み合わせ建設されたのが橋野の航路なのです。橋、そして釜石で花開いた製鉄の技術は後の八幡製鉄所における線香一貫生産の完成に至る日本の近代製鉄の発展へとつながっていきます。製鉄製鋼、造船、石炭産業などの重工業は日本経済の屋台骨を支えています。幕末から明治期にかけて日本は奇跡とも呼ばれる急速な産業化を果たしました。明治日本の産業革命遺産は幕末の志士が日本を外国の脅威から守ろうと産業化の道を選択し、わずか半世紀余りで欧米列強と肩を並べるまでの産業国家となった日本の原点を語り継いでいく上で極めて重要な遺産群なのです。
セットしなかった。